アメリカの先週1週間の新規失業保険申請者数は21万3000人でした。前の週から増加するとの市場予想に反し、6000人減少しました。一方、失業保険を継続して受給している人の数は190万8000人と、前の週から増加し、およそ3年ぶりの高水準となっています。